コツ？まあ、まあ、コツコツやることじゃないですか。しょうがない。コツ、コツ、今わかる？コツとコツコツをかけたんだけど。分かってる。まあ、まあ言わんでもいいんですけど、言わんかったら死んでまうから。三人一人でブツブツ言っておじさんおじさんとかいうの、一人ごとめっちゃでかいな、浜田さん。まあでもこうやってね。大体なんかこう言うと、まあ、俺がこの感じでどうせ返してくるんやろなっていうのをそのまま返してくるから、まあやっぱそれはちょっと面白いよね。なんか結構こうボケてこう返してほしいのに違う切り返しとかこうされたら、いやそうじゃないんやけどなってちょっと思ってまうことがあるから、まあ、それをケンヤはまあまあ、昨日の PK みたいな感じでやっぱり止めるから。どういうこと？全然わかんないし。こういうの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 、まあまあ、まあ、成長しましたから2010年から、まあ、6年7年かけて、まあ、ちょっとずつ育ててきましたから。育てられてた。育てられてた。まあないっすね。いや、全然質問変わってもてね、お前のコツ…コツコツ言うのもないよ。コツコツ言うのもないよ。質問が…俺のなんか扱いみたいな話になってもてるやん。もうちょっと、もうちょっとこうやったら気持ちよくなるから。まあそれがやっぱね、こうなんか、やっぱこうやるのがやっぱ上手いさ。女の子の扱いと一緒で。それはダメでしょ。それじゃあ…独身やし俺ら何も悪くしてんやんか。振る舞ったっていうかあれなんですよ。知り合いの家で、一回ご飯食べて、ちょっと今度俺も作りたいそう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 ってことで2回目はこう行ったんですよ、うん、で大幅に遅れてきて、もうくさっと食って腹いっぱいになってる、うん、まあね、やっぱ作るのはもう下の役目ですから。俺はもう食うだけやから。今年オフ短かったからさ、ちょっとゆっくりせない。ほんまにね、最初これやって長いから。来年1月1日にね、1月1日までやるから、うん、そうっすね、長い。まあ去年の扱いですね。いやね、結構考えたらね、2010年ぐらいから結構休んでるんだよね。休みすぎる。次の8時からツイッターの企画のやつで、俺らも分かれますわ。もうインタビューも終わろう終わろうってされてますわ。こっから今からね、今ちょっとエンジンやっといて、エンジンねかかってきたところやのに、もうもう塩もうね早終われみたいな。もう PVS でしますよね。もう何だ PVS でしますよ。博士太郎さんがもう。次は、まあ、当たると博士太郎さんのツイッターのやつでね、楽しんでもらえれば。